皆さんこんにちは、フォーサイト専任講師の福澤です。今回はですね、2014年の、合格者インタビューということで、合格者の方に来ていただいていろんなお話をねしたいと思います。まずはね、自己紹介どうぞ。山本浩介です。現在24歳で大学院に通っています。今回ですね、行政書士試験ということで、はい、そもそもどうして行政書士という資格にチャレンジしようと思ったのかをちょっと教えてください。はい、現在僕大学院でスポーツを専門に学んでいるんですけれども、近年スポーツ基本法というものができたりだとか、いろいろな問題とか事故が起きたりして、それをどう対応するんだとかっていうところで、法律を勉強するともっともっと自分が勉強しているスポーツがよく見えるんじゃないかと思って、じゃあどうやって勉強しようかと思った時に、行政書士という資格を見つけて、じゃあこれにチャレンジしてみようと思ったのがきっかけで勉強を始めました。なるほど。じゃあ、今回勉強されるまで法律というものを勉強したことは全くありませんでした。そうですか。はい、あ、なるほど。じゃあ、受験は何回目だったんですか。初めてです。あ、初めてですか。はい、じゃあ本当の初めてで1回で合格っていうか。そうですね。どうして通信講座にしようと思ったっていうところでちょっと教えてください。はい、まず法律というものは全く勉強したことがなかったので、ちょっと自分で勉強するのはあまり効率的ではないなと思ったことで独学を諦めたことは一つと、毎週その定期的なスケジュールがあるわけではないっていうのと、あと近くに通える学校というものがなかったっていうので、通信講座を使って自分で勉強してみようと思って通信講座を選択しました。パッといろいろな会社を見比べてみたときに、フォーサイトさんは価格が一番安かったのと、要点がしっかりまとまっていて短い時間で効率的に勉強ができるなっていうふうに感じたことが理由でフォーサイトさんを選ばせていただきました。サンプルの請求ってされました？はい、しました。サンプル見てじゃあ一応決めていただいたのかですね。そうですね。でも実際にサンプルを請求したのは本当の講座を受講する半年から1年前ぐらいにサンプルを請求したんですけれども、すんなり決めることができました。なるほど、ありがとうございます。はい、何かこう一番印象に残る教材ってありますか？僕は一番過去問の問題集を特に重点的にやってたので、あれで問題をたくさん解くことができたことと、丁寧に解説が書かれていたのでそれで理解ができたということと、あと道場破りってウェブでできるものがあったと思うんですけれども、あれは僕電車に乗ってる時間とかが長かったので、その間にちょっと問題やってみたりだとか講義のを聞いてみたりだとかっていうのですごい活用させてもらいました。講義を聞かれた印象っていうのは、もともと僕通信講座のイメージってすごくなんかつまらないようなイメージがあったんですけれども、フォーサイトさんの講義を受けてみるとテキストもカラーで見やすいですし、先生が黒板に文字を書いて喋るわけではないので非常に分かりやすく、先生も分かりやすく説明をしてくださったので、すごい楽しいなって思ったのが嬉しい誤算というか。 ありがとうございます。はい、1日大体どのぐらいの時間勉強されてました？去年の2月ぐらいから教材を受け取って勉強を始めたんですけれども、最初の方はもうあんまり勉強できずに、もう1日1時間もできないで2日で1時間とかそれくらいの頻度だったんですけれども、徐々に試験が近づいてくるにつれてこのままではちょっとまずいなという思いから、後半3ヶ月ぐらいはもう1日に3時間くらいは勉強時間を取って勉強するようにしていました。休みの日はもっと10時間やったとかっていうことですか？特に休みの日にまとめてとかっていうことはなく、毎日やるようにってことですね。はい、スポーツの世界とこの今回の資格の取得について、はい、なんかこういうところが役に立ったなとか。スポーツの中でも公的な機関がスポーツを支援したりだとか普及進行しようとしてたりっていうところがあるので、申請の要項っていうんですか、あれに書いてあることが分かるというか、はい、そういうところでやっぱり勉強してよかったなっていうのは感じましたね。そうですか、ありがとうございます。はい、今後何かこの法律関係ということで目標とかってありますか？はい、資格を取ったので僕もやっぱ行政書士として自分の事務所を持ってスポーツに関わってスポーツと行政書士っていう仕事を合わせて仕事をしたいなっていうことは将来的にやりたいなということは考えています。はい、ありがとうございます。これからですね、今見てる方、勉強してね合格しようっていうふうに思ってる方多いと思うんですけども、その皆さんに向けてですねメッセージをお願いしたいと思います。僕が実際行政書士試験に向けて勉強してみて、内容は決して簡単なものではありませんでした。最初の方は全く講義を見ても内容が分からず焦る時期もありましたが、
地道に勉強を積み重ねていくことで、理解して合格することができました。確かに内容は難しいですけれども、チャレンジする強い気持ちがあれば絶対に合格できる試験だと思います。ぜひ皆さんも頑張ってください。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。